プロツアー第19戦知多半島美浜クリテリウムが愛知県知多郡美浜町の特設公道サーキットコースで開催されました。ジャパンカップに向けて、調子を上げてきたんですけど、そこから今週はちょっと休んで、昨日埼玉クリテを走ってみて、足の調子を確認したんですけども、思ったより良かったので、今日も、いい走りができると思うんですけど、埼玉からの移動がちょっと長かったので、その移動疲れがちょっと心配なぐらいです、はい、そうですね、結果として残せてるわけではないんですけど、去年一昨年と2回走ってすごい自分的に好みなコースで、結果的に一昨年も去年も集団スプリントになってるんですけど、今年こそ逃げを決めたいっていうのもあって、積極的に行って少人数でゴールできればチャンスが舞い込んでくるんじゃないかなと思ってます、はい、どういう状況になっても去年もそうだったんですけど、僕逃げに乗ってて、それが結構終盤で捕まって集団になったところで、チームで牽引して畑中さんと吉田選手のスプリントでということで勝負できたんですけど、どういう状況でも対応できるので、そうですね、スプリントでも勝負できますし逃げでも勝負できると思うので、はい、万全な状態でいろいろな展開に対応していければいいかなと思います。危険っていうのはこけるとかの心配はないと思うんですけど、上り区間がちょっと細くなっているので、そこでチームが後ろに回ってしまって前でペースを上げられると、その上で中切れが起きたりなどして、追いついたとしてもすごい足を使ったりと、結構やっぱ上りがペース上がる週は前にいないとダメなので、そこがキーポイントになるかなと思いますね、はい、そうですね、もう今年僕自身 J プロツアー何度か上位には絡めてるんですけど、まだ優勝がないので、はい、ぜひ優勝して、もう優勝したっていう言いたいですね、はい、頑張りたいです、はい、今シーズンの J プロツアーもこのレースを入れて残すところ3戦チーム、個人ともに年間ランキング争いも佳境へと突入してきました。レースがスタートして最初の上り区間に入ると、早速マトリックスパータグの安原選手がアタック。その動きに宇都宮ブリッツェン鈴木ゆずる選手やEQA U23 表選手などが反応。表選手が先頭で下りへと入っていきます。下りで飛び出した選手たちを吸収した集団内では激しいアタック合戦が繰り広げられる展開。上り区間でクロップスチャンピオンシステム大場選手が抜け出しを図るものの、集団がすかさず吸収にかかります。集団の先頭では宇都宮ブリッツェン、チームウキョウ、マトリックスパータグなどの有力チームがコントロールの主導権争いを展開。しばらくの間集団は一つのままレースが進んでいきます。6周回目の上りで10名の選手が飛び出してリードを奪います。メイン集団も追走に入りますが、有力選手が揃った逃げ集団とのタイム差は縮まりません。逃げ集団から鳴島フレンド桜井選手がドロップ。逃げは9名に。宇都宮ブリッツェン鈴木真理選手、阿部選手、チームウキョウ土井選手、久保木選手、マトリックスパータグ長良選手、ベンジャミン選手、シマノレーシング入部選手、稲雨信濃山形今野選手、クロップスチャンピオンシステム遠藤選手の9名の逃げはしっかりと協調体制を取り、ローテーションを繰り返しながら快調に逃げ続けます。
一方のメイン集団は逃げに選手を送り込んでいない愛三ディベロップメントチーム勢や EQA U23 勢が先頭に立ってペースを上げます。逃げ続ける9名の逃げ集団はメイン集団とのタイム差を30から40秒程度保ちながらローテーションを繰り返していきます。追いかけるメイン集団は愛三ディベロップメントチームや EQA U23 が変わらずに集団先頭でペースを上げようと試みますが、逃げ集団とのタイム差は縮まっていきません。逃げ集団からマトリックスパータグ長良選手が遅れ、逃げは8名に。逃げ集団内は宇都宮ブリッツェンとチーム強が2名ずつ選手を揃え、有利な展開となります。追い続けるメイン集団ですが、一向にタイム差は縮まらない展開が続きます。なおもローテーションを繰り返しながら快調に逃げ続ける8名の逃げ集団。追い上げたいもののなかなかペースが上がっていかないメイン集団。タイム差は30秒程度のまま、残り周回数だけが減っていきます。逃げ集団の逃げ切りが濃厚な状況のままレースは最終周回へ。メイン集団からはチーム JBCF のデリアック選手、逃げに1名ずつしか送り込んでおらず不利な状況のマトリックスパータグ、島野レーシングなどが飛び出して逃げ集団を捕まえようと試みます。逃げ集団内では最後の上り区間でマトリックスパータグのベンジャミン選手がアタック。残る選手たちが反応する中、チーム強久保木選手が痛恨のメカトラで遅れてしまいます。7名となった逃げ集団はそのまま最後のストレートへと入っていき、勝負はゴールスプリントへと持ち込まれます。そのゴールスプリントを制したのは宇都宮ブリッツェン阿部選手。7月の湾岸クリテリウムに続いて今季2勝目を挙げました。Bien, pues nos hemos ido un grupo de 9, íbamos Nagara y yo del equipo y hemos tirado fuerte todos, ha habido muy buena compenetración entre todos los corredores y hemos podido mantener la ventaja hasta el final. Bueno, la verdad que una vez en la fuga, sobre todo que yo tenía que controlar a los corredores de a Yukihiro Doi, a Kuboki y a Suzuki Yabe, sobre todo, y vigilar de llegar con ellos al final. He intentado marcharme con alguno de ellos a dos vueltas del final, pero nos hemos vuelto a juntar todos los corredores. Sí, bueno, primero que todo felicitar al ganador Abe, pero sí, yo estaba un poco enojado porque he visto que al final he sido el más fuerte, pero he cometido un fallo al final, iba mal colocado y Abe se ha ido solo y no ha tenido ni que sprintar. Ha cogido un poquito de ventaja y luego cuando he empezado a sprintar y ha sido demasiado tarde, aunque venía más fuerte, ya no lo he podido pasar. Bueno, pues ahorita intentaremos con todos los compañeros seguir esta buena línea que llevamos ya muchas carreras sin bajarnos del podium e intentaremos seguir así, a poder ser ganar.いやまた表彰台には乗れたんですけど、勝ち星が全然なくて3位とか2位とかの表彰台ばかりなので悔しいですね。はい、最初から前々にいてもう
前回もそうですけど、やはりブリッツェンとチーム強がチーム総合で争っているという中でお見合いしている部分があるので、その隙をついていけたらいいかなと思って、まあ、様子を見てたんですけど、今日はあの両者ともやり合ってる感じだったので展開早いなと思って、もうこれ集団逃げ普通に割れることもあるかなと思ってたんですけど、まあ、それで前々でいてアタック合戦が繰り広げられている中で、まあ、あの逃げが決まったんですけど、はい、メンバーも良かってブリッツェンチーム強も2人ずつ入ってたので、まあ、これ決まるかなと思って、まあ、その逃げに乗ったんですけど、かなりきつかったですね。はい、そうですね、少人数のスプリン逃げで少人数にスプリントにしたいっていう思いはあって、その理想の展開にはなったんですけど、結局やはりそこでまた、まあ、ミスしたというか、まあ、足も来てたんですけど、まあ、優勝を取ることができずに、最後はベタカ選手が行ってしまって、それで後ろがちょっと間空いてしまって、そのままベタカさんが逃げ切って、で僕もベンジャミンにまで詰めることができず3位という感じだったんですけど、まあ正直勝てなかったのはかなり悔しいですね。あとチームメイトにも申し訳ないですね。はい、そうですね、あの中からもう一段階逃げからさらにレース展開を絞り込むということができれば、後ろの集団でもチームメイトいたんで、あの中にチームとしては1人だったので、まあ、そのどう戦うかなっていうのはちょっと考えてたんですけど、まあ、もう少しあればもうちょっと揺さぶりかけて人数を減らすことができたかなと思うと、まだまだ力が足りないなと思います。はい、そうですね、大分のクリテリウム、まあ、コースプロフィールまだ完全に確認はしてないんですけど、まあ、クリテリウムということで、まあ、集団スプリントやインターバルのかかったレースになると思うんですけど、まあ、きつい展開になればなるほど僕は得意なんで、まあ、絞ってまた少人数に持ち込めたらいいなと思うんですけど、まあ、もう J プロツアーも終わってしまうんで、今年まだ勝ててないんで最後こそ取りたいですね。はい、今日のレース自体は、まあ、各チーム有力チームが 2人ずつ逃げに入れることができていたので、9人で最後まで逃げ切るっていうレースをすることができましたね。そうですね、輪島はもう守りのレースだったので、今回は攻めるレースができたので、はい、全然違うレースでした。いや、まあ、そうですね、結果的に逃げ切って優勝するゴロライを1着で通過することができて、まあ、結果として僕らはすごくもうこれ以上ない結果が取ることができたので本当に、はい、良かったですね。そうだな、逃げに入るとしたら、まあ、チーム強が2人入ってるならばうちらも2人入れるっていう作戦がまあ第一 でその逃げに僕とスプリントのできる選手っていうのを必ず乗せる、でこれができてたらもう行っていいっていう作戦でしたね。そうですね、ちょっとヒヤヒヤしましたけど、まあ、横に並んでくるのもいなかったし、気持ちよくガッツポーズができましたね。まあ、近づきましたね、大きく近づいたんですけど、それでもまだ2戦残ってますし、安心するのはまだ早いかなって僕は思ってます。やっぱり気を緩めた瞬間に何か足元すくわれたりすることがあると思うんで、次の大分に向けてはしっかりとまた気を引き締めてレースしたいですね。残り2戦で大分で、まあ、新しいコースですから誰もが、まあ、未知のコースを走るってことで、まあ、勝手がわからないはずです。で僕はそういうところでもう攻めていくことができる選手だって自負してるんで、まあ、作戦が許すんであればまた攻めてこういう形のレースを作ることができたらいいなって思ってます。おめでとうございます。おめでとうございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。2勝